でもワッキー頑張ってましたよ、手前。頑張ってた。頑張ってたっていうのはちょっとちょっと嫌だ。なんかね、一番まあ面白かったとかさ、爆笑取ってましたよ。頑張ってた一番辛いよね。そういう結果だよね。あの お料理出してさ、うん、なるほどって言われるぐらい辛い。それ辛いね。優しいな、優しいなはもう辛い。ほとんど味しないってことだもんね。うん、なるほどとか、あ、面白いなっていう時はもうやっぱ俺に合わないとか、はい、個性的ね、うん、そうだよね、あのグルメ番組とか出て、はい、あのすげえまずいのにうまいとか言わなきゃいけない時って、はい、そうだよね、そうですね、うん、なるほど。ご卓を並べる時って絶対まずいよね。あとなんか今までにないなんかすごい新鮮な出会い、新鮮、ね、斬新前の何これ何これみたいなこと言うよね。これだからテレビご覧になってる方、うん、本当ちょっとねそうやって見たら面白いかもしれない。あの彦摩呂さんが言ってるんだけども、うん、あの高級なものはね、はい、もううまいとかね、うん、言っちゃダメなんて、うん、高いものを出されて味わった時はうまいなって染みるようにもうため息ぐらいので、安いものはうわうまって言っちゃっていいんだって。もうそこはもうあげるわって言ってテクニック、ま、なんかあったら見てもうまんまやってますからね。